はい、どうも皆さん、マルチンからお見せしていただきます。ということで、バナナフェアツ。やられた。やっていきたいと思います。今回使っていく武器はこちらの新武器、シムラーっていうのかな、ちょっと正式名称わかんないんだけど、うわー、こいつずっとここで待機するパターンのクソザコ野郎や。多分ね、エアーガンで言うと、ハニーバジャーっていう分類でいいと思う。多分ね、ハニーバジャーでいいと思うけんな。お、いいね、地雷ナイス。ナイスカバー。うねえ、わあ地雷か、しゃあない。さあ、ということでハニーバジャー、こちらを使ってドミネーションやっていきたいと思います。こちらのマップだね、いいと思うよ。危ない、あっ、しゃ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 、あっあっ、あっ、うわあ、まあびっくりしたわよ。そこに転がってくると思ってないっけ。ああ、一人で取ってるね。ナイス、しょうがないね。危ない。でね、アサルトライフルなんだけどね、強いね。だってノーカスタムだけど、やっぱもう宝サイレンサーついてるし、あのね、アサルトライフルにって言うけど、いや、それ以上にレッド高いからね、強いよ。最近マジでコットができてなさすぎてね、危ない、下手くそになってる。難点としては、ほら、アサルトライフル、いやー、味方だじゃなかったか。くそ、アサルトライフルはほら、30発のさ、計90発かなんだけど、レートが早いもんでね、すぐなくなっちゃうね。一人はやったけど、まさかの同じタイミングで来ると思ってなかった。ナイス、クイックですね。お、当たらない、いいね。あ、強い今の。アシスト入った。ああ、待って待って待って、取られてんじゃん。味方。ナイス。やられたわ。いや、ナイスシー、ナイスシー、ナイスシー。でかいよ、そのシーンの取り方はでかい。ナイス。でね、やっぱ弾の持ちがすごい悪いんだよね。まあ、僕がね、下手くそな分があるから。おお、もじゃ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 、その分あれかもしれないけど、でもやっぱね、ちょっとた弾のなくなり具合は早いかもしれない。あれ言ったよね今。
俺下手くそだ。ラスクマン多分75とかじゃない。あ、全然取った1人入った。勝てる負ける。そして俺がカバーできない。なんていうことだなんでカバーできないんだよ今の下手くそすぎだろ俺も俺で。おーっす。やばい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 。前半戦ちょっとほらあのめちゃめちゃちょっと良かったから、もう後半落ち始めてる俺のエイムが。やばい、どうしよう、助けてくれ。うそ、なんてよえ、あいつだってあれつけてない、タフネスじゃなくてなんだっけ、あれつけてないよね。マジか。多分ここからじゃあカウンターを落とせない。走る、危ねえ。マジかー、今のやりたかった、今のはやりたかった、くそマジかー。ナイス、マジか。死亡なかったわ、死亡なかったわ。で、UAV マジかよ、やばい、流れがやばい。うわ、エアストだ。うわ、やばい、黙ってる黙ってる、めちゃめちゃ黙ってる。どうしよう、いやまだ30ポイント下がるから落ち着いていこう。味方にチャーリー任せよう。えい、 B 取り行きたいな、取り行けるかな。 OK、 味方がそこカバーしてくれてんだったら俺は取ろう。こっちだな。了解だ。フェニックス23が配置に任務を遂行する。
すれ違っちゃった。めちゃめちゃすれ違っちゃった。どうしよう。さて、なんか意味ねえんだよな、C4 の前ではよ。で、あー、クソ、見てればよかった。よし、完璧な動画が撮れた、よかった。はい、ということでご視聴ありがとうございました。後半はほとんど喋ってなかったんですけど、申し訳ない。今回は、ハニバジャーを使ってドミネーションやっていきました。レベル1だね。なんだけどレート早いしブリもそこまでないからね、ぜひぜひ使ってみるといいかもしれないです。もしかしたらこのドミネーションの前にねちょこっと説明がついてるかもしれないので、そちらも見てくれると助かります。次回もお楽しみに。バイバイ。